それでは皆さん、イベントステージにご注目をいただけますでしょうか。ここで10月28日日曜日に開催の金沢マラソンの PR を行います。金沢マラソン組織委員会の皆さんということになるわけですけれども、今日はですね、この時間公式応援リーダーの北陸アイドル部の皆さんがアピールしてくださいます。では皆さんお願いします。
今日は少し寒いんですけど、私は基本的に雨が好きなので今日も頑張ります。よろしくお願いします。はい、夢はシンガーソングライター、高校2年生16歳有松区の夢です。今日は、雨降ってますが、仲良く過ごしてください。よろしくお願いします。はい、北陸アイドル部のクリスタルボイス、せいちゃんこと奥村聖子です。せいちゃんって呼んでください。せーの、せいちゃん。雨の中ありがとうございます。皆さんのことを応援します。よろしくお願いします。はい、ゆうどかちゃんと今の住んでるマイペースちーちゃんこと山田さきかです。雨すごいんですけど、今日も盛り上がっていけるように頑張ります。お願いします。はい、勉強も普通、運動も普通、成績はオール3のミス平均点、高校1年生になりました太田姫子です。今日は雨ですけど一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、ハロハロハロ。はい、北陸アイドル部のガミシャラ監督顧問、はい、ミヤヌこと宮村ゆきです。今日もガミシャラに皆さんゴールを目指して突っ走っていきましょうね。宮村です、よろしくお願いします。デビデビデビ、北陸アイドル部の小悪魔ガール、高校1年生15歳の三井凛香です。私のことはリンタンって呼ぶのだ。せーの、リンタン。ありがとうございます。雨なんですけれども、私たちもなんなんの皆さん応援します。よろしくお願いします。はい、みんなの妹、岩倉さやかです。今日は、雨ですけど、さやかは精神年齢も子供なので、雨でも元気です。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。北陸アイドル部のロックなミッキーさんこと原田瑞希です。雨の寒さなんてぶっ飛ばしていきましょう。よろしくお願いします。はい、ポニーテールの美脚姫こと松井ゆかりです。寒いんですけど足出してきました。皆さんは足出して風邪ひかないようにしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。北陸アイドル部、推し面を見つけてガンガン押してください。よろしくお願いします。皆さんちょっと戻っちゃったんですけど、もう一曲させていただきます。ゆかり姫、次の曲はどんな曲ですか？はい、次の曲は、私たち、北陸アイドル部はですね、今年2018年も金沢マラソンの公式応援リーダーに就任させていただきました。そのテーマ曲を歌わせていただきたいと思います。聞いたことある方も結構いるんじゃないかなと思いますので、皆さん一緒に盛り上がってください。金沢マラソンのテーマで、風になれ。走り抜け、走り抜け、果てない夢を、最高な笑顔のゴールテープまで、風になれ。込み上げる期待
とうございます。はい、以上北陸アイドル部でした。皆さん雨の中ですけど頑張ってください。風邪ひかないようにしてくださいね。お前もな。バイバーイ。それではありがとうございます。以上北陸アイドル部でした。ありがとうございました。ありがとうございました。北陸アイドル部の皆さんでした。大きな拍手をお願いいたします。今年10月28日に金沢マラソンが第4回開催されますけれども、公式応援リーダーということで盛り上げに来てくれました。はい。あ、松井さん去年走ったんですよね。はい、走りました。また今日はあの夕方にも、1回またあのアピールタイムがありますので、はい、またその感想なんか聞かせてくださいね。 ありがとうございます。雨のケアお願いします。ありがとうございました。さあ皆さん、ステージ上はこの後開会式ですので、そのままお待ちいただけますでしょうか。今日はたくさんご来場いただきまして本当にありがとうございます。まもなく開会式を行います。